人がいる。私の人はすごく縁起を担ぐから、家で何か嫌なことがあったら、今日はイカダは乗らん。だからまあ昔はね、事故も多かったですから、あの観光ではなく本当に材木を売りに流してたんですよね。だから今もたまにイカダシ弁当ってあるんですけど、弁当の中にキュウリが入ってないんですよ。カッパの好物のキュウリは食べない。あと焼き魚が入ってね、あの魚のように皮をスイスイと揚げ物が入ってて、上に上に上がるように。あとでしっかり見ると思う。ここら辺はね、カッパの話っていうのがいっぱいあって、カッパを捕まえたっていう。この間の台風で道路が半分ぐらいになって